視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画はコチトラジバラジャーの CD 選び動画です。コチトラジバラジャーというのはパクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し5段階で星をつけて評価レビューするという企画でございます。今日の動画ではその CD を1枚選ぶ過程というのをお見せしまして、明日の動画で、今日選んだ CD をレビューしていきたいと思ってます。ぜひどちらもお楽しみください。今週もタワーレコード新宿店に来ております。いつもならば7階のニューリリースコーナーから見ていくところなんですが、ちょうどその7階でインストアイベントをやっているタイミングと、被ってしまいまして、何やらアイドルの、ビスが、ライブとあとは特典会みたいなのをやってるらしくてですね、ものすごく、人がたくさん集まっております。で今僕は8階に来てるんですけれども、階段をぐーっと並んで特典会の、入場を待つ人っていうのがね横にいたりします。熱気が伝わってきております。こちらエスカレーターを上がって正面のスペースです。今週は、先週か先々週にこの動画でも触れた夜しか、というアーティストのアルバムがあったりとか、あとは米津玄師さんのシングルとか、ずっとプッシュされてる緑黄色社会ですね。あとは、これ先週ちょっと触れたかな、金子綾乃さん、同じところに継続して展開されてますね。で、あ、これ新譜ですね多分。阿佐ヶ谷ロマンティクス、僕初めて聞きましたね。でもこのバンド名にはすごく惹かれるものがありますね。阿佐ヶ谷もなんか近いし、きっといい音楽を鳴らしてそう。セカンドアルバムだそうです。ちょっと気になりますね。で、CD 屋の場合はこう展開されてる CD の横にこのアーティストを聴く人はこのアーティストもおすすめだよみたいなものがね置いてあることが多くて、そこに初期の台風クラブとか、ボノボとか僕のね割と好きなアーティストの作品が並んでたりするので、これはちょっと良さそう。阿佐ヶ谷ロマンティクス。あ、先週ショーモアという、ユニットの作品が並んでたところには龍松山さんという方のアルバムが並んでますね。これも多分新譜でしょう。そうですね、5月16日発売。龍松山さんは僕なんか聞いたことあるな、名前で。龍松山さんのところにはこんな感じで、ナルバリッチとか、あとは大黒さんの作品とか、あとは何だろうな、セロとか、なんでこういうの聞く人は龍松山もおすすめだよみたいなねところでしょう。そして、かなりインディー色が強い作品なんですけれども、ちょっと気になるものを見つけました。横澤俊一郎さん、一人多重録音シンガーソングライター、ついに全国流通フルアルバム発売ということで、これもちょっと気になりますね。もう CD の作りがすごくインディーっぽい、見えるかな、こんな感じ。発売やっぱ5月16日、これも今週ですね。1890円で10曲入り。こういう価格設定はインディーならではですよね。ちょっと冒険的な1枚ではありますが。そして、僕がいつも欠かさずチェックする、僕とすごく相性がいいところには今週セロが並んでます。これ僕先週の動画で、セロちょっと気になるねっていう話はしたんですけれども、なんかねここに並びそうな気がすごくしていました。これ気になりますね。やっぱりポリライフマルチソウル、あーなんか初回版 A 初回版 B 通常版っていうのがあるのかな。こういうなんかおしゃれ系のバンドには珍しいですね、複数タイプ発売するっていうのは。そのままフロア中央の新作コーナー来てみました。なんか面白そうなのあるかな。これ気になるな、スペシャルアザーズアコースティック。
ペシャルアザーズって結構昔からいるバンドですよね。あんまじっくり聞いたことないんですけど、まあ本格派といいますか、良さげなイメージはありますね。それのアコースティックっていうことで、これ気になるな。スペシャルアザーズアコースティック、あ、ウーバーワールド、これもしかしてコメントでおすすめしてもらったやつかな。あ、でもこれシングルですね、ウーバーワールド。あ、アニメの主題歌なんだ。ヒロアカオープニング曲ってなってますね。僕のヒーローアカデミアだっけ、全くどういう話か知らないんですけども、あのこれの、主題歌担当するアーティストだったり曲っていうのは結構売れるイメージがありますね。アルバムがあんまないな、まあ、グリムスパンキーとかね。グリムスパンキー、これもシングルっすね。グリムスパンキーはね、何回か未遂してるんですよね。行こうかなと思って、他にちょっと有力な作品が被ってて結局選ばずみたいなのが続いておりまして、次のアルバムこそはっていう感じも今はしています。あの大人ゾーンに郷ひろみさんのニューシングルなんてのが並んでますね。恋は趣味趣味、なんじゃそりゃ。チャゲ、チャゲのベストアルバム、ベストアルバムはね、でもこのコーナーでは取り扱ってないので。あとはシングルばっかだな今週は。トゥワイスとか、あと清水翔太とか大原桜子とか、割とポップなフィールドで活躍してる人たちのシングルがリリースされる週なんですね、今週は。あとミワさんのもありますね。これ先週もなかったっけ。あ、これ先週のだ。あ、このね、この一角も結構僕の好きそうな作品並ぶんですけど、ランプのニューアルバム、彼女の時計。へー、 CD なんだけど、サイド A サイド B っていう形で4曲ずつ区切ってるという、レコード的な作り方をしてる。これアナログ版もあんのかな、マジで知らないな。でも結構出してるっぽい。我々日本のポップス、音楽ファンにとって特別で大切なバンド。ちょっと気になりますね。今週は割とチャレンジングな週になりそうな気がしてますね。さっきからものすごく有名なアーティスト名前出てこないと思うんですけど、一応アイドルゾーンにも、あ、空飛ぶ魚ね、空飛ぶ魚、これなんかねすごいいいらしいんですよ。で、前おすすめされて、確かに2016年かなんかのあのアイドル作品ベストワンみたいな撮ったユニットで、これ6曲入りだからギリありだな。オーライト、オールなんだこれ、わかんない、字体がおしゃれすぎてアルバム名がわからないオールライト EP かな、これもちょっと気になりますね。あとはニューリリースっていうのはないんですけれども、エスカレーター上がってすぐ一番目立つところにエルレガーデンのコーナーができてました。過去の作品、これが新宿店的におすすめだよみたいな、ベストアルバムだったりとか、あとはこんな感じでね、あの帰ってきたみたいな熱いメッセージ、すごいなこれ。SNS 上とかでもかなり盛り上がってますよね。エルレガーデンもかっこいいバンドですよね。はい、ということでフロア一通り回ってみましたが、今週の作品は一体どれになるのか、この動画でご紹介した作品の中から1枚選びたいと思います。今もねかなりね悩んでます、迷ってます。一体どんな作品になるのか、明日のレビュー動画もぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。